どうも、ボビー・アートレザーのボビーです。えー、今日は129回目のライブ配信となります。ね。大阪のボビー・アートレザーのアトリエからライブでお届けしております。えー、っとですね、えー、まあ、年もお明けてだいぶ経ちますけどもね、ね、もう、えー、今日のテーマは、 川の話ねヘビカの魅力ということでですね、えー、スネークですよなんか縁起物っていうかね昨日はウミガメでしょ、うん、なんかいい感じの、うん、ね配信になればなと思います、えー、大阪のボビー・アトレザーのアトリエからねお届けしておりますいつもこれを言うのを忘れるんですよねはい それではではすね、えー、これですね,、えーかねまあ、これはまあ,あ多分ね蛇側って言ったら多分皆さんあのこれを、ね、まず思い出すと思いますね。想起するというか、えー、現物があここにありますね。ちょっと待ってくださいよ。まあちょっとお歯切れになりますけどね、えー、こんな感じですかね。 あんまり近づけたらあまた画面がたまるんでねこんな感じでなんか,か紙のような感じですけどもねこれはまあニシキヘビですよねダイイヤモンンドパイソン、ねえーっとね、これはまあまあ幅があるのでそうですね大体いい、まあ、まあ僕ら一、えー、本っていうか一枚で仕入れるんですけどもねこう切り売りとかじゃなしにね大体、えー、いいね 3メートル以上ありますね <laughs> あのこ,れこれぐらいの幅になったらねもうほんとにもう3メートル以上ですよ。のううまあすごい大事なんでしょうね。でまあいね場所によってもう柄もおやっぱ個体差もありますしまあこれはまあまあ大きい方なんでねちっちゃいのもあるんですよ。それはあのベビーパイソンとかねえ言うてますけどね、え。ー まあ,あそうですね皮、まあの状態よりもまずこれでねこれはまあふだ、えー、僕が愛用しているーレザーウォレットですね、うん、これもまあヘビですよ、えー、こんな感じでねこういう感じですねまだあのウ々しいですかね <laughs> まあこれもあのいろいろね仕上げ方ともいろいろあってこれはまあどちらかというとナチュラルな 感じです、ね、まあナチュラルっていうかあちょっとこうテカリが入るような感じであんま表面ねなんかこうワックスだけみたいな感じで、えー、仕上がってる感じですねえー、まあ財布とかにはねぴったりですねあとはブーツとかもね、えー、僕も,もうあの玄関に置いてますけどねアトリエの <laughs> 入らないんでね靴箱にえー、まあ,あダイヤモンドバイソンで、ね、まあちょっとこう何ていうんですか ブラウン系なっていう,か,こう、ね、なんか白黒のイメージってあるじゃないですか。で私ねちょっとね焦げ茶色っていうかあー、うん、黒に近い茶色、うん、極めて黒に近い茶色ですね。でこれもですね、えー、やっぱこうレ天然のレザーなんでずっと使っていってるうちにですね、えー、経年変化でね何、えー、とも言えない味わい深い表情に。 やっていきますますあこれをちょっとお見せしましょうかこれですねあのー、これ、まあ、ブックカバーですけど、あのー、僕がの普段ね本を読む時のカバーにしてますけどもこれはもう10年以上ね使ってるもんですけども、えーね、まあ、これもまあちょっと使い始めてるので多少は色も変わってるかもしれませんけど。 かかりますかねこう比べたら分かりますかねこのおこっち側があ10年選手もっとですけどね実際はでこっち側はまああの 1, 1年生と <laughs> いう感じかなまああのえー、こんな感じかな、うん、この、まあ、写真をちょっと置いておきましょうかねしばらくねちょっと待ってくださいよ、ね、ええー あ今日はあのコメントが読めますありがとうございますあ白川さんまたありがとうございます、ね、この前そのお財布を使っているのを見てかっこいいと思いましたありがとうございます、ね、まあシンプルなんですけどね非常にねえー、あのまあこれも長く使えるような感じだし空きが暗いですねまああのなんていうんですかえー、普遍的な柄ですよねうまあまあ あのー、フェイクレザーでもねよくありますけどねあのー、よく蛇柄のおものとかねあとね、えー、フェイクレザーのものとかあとの牛革に型押しでねええー、感じで何、えー、ですかうまいこと塗装して色入れてまあまあリアルなのがあるんですけどねやっぱりね天然のはねちょっとちゃいますね。うん まあこのあこれこれまあ内側丸めたままやけど、ただまあこれは本当に作るのはあ難しいですね。まあ財布とかね、えー、これね、えー、まあおすすめですね。うんお財布にはねこれぐらいあったらまああの一枚は余裕で使えますし、お客さんの中ではあの内装にねあえて内装に内側の方にヘビガをこのヘビをねダイヤモンドパイソンを あの入れたりしましたね。はい。で今日はね、えー、こういう感じでヘビガについて、えー、語らせていただきたいなと思います。でですねまたこのアーカイブ動画もですね、えー、またねいつでも見れ見ていただけるようにあのテロップをつけて、えー、YouTube の方にアップします。で今日からですね、えー、Instagram のね、えー、EGTV の方にもです、ね、アップロードしたらできたのであのうまくねいったので、えー、そちらの方でもね、えー、ご覧いただけますんでねまたあの繰り返し繰り返し、えー、ご覧いただければなと思いますあ白川さんありがとうございますシンプルゆえに迫力がすごいあねもう僕らもう見慣れてるからあれやけどやっぱりね迫力はありますようんあのー、鱗がね大きさが大きいのはね ダイジャーでちっちゃいのはもうあの割と小ぶりなねえヘ、ー、ビなんですけどただこあのベビーパイソンっていうのはまあ僕らは言うてるんですけどあのベビーパイソンはベビーパイソンで小物とかに使うときにすごい綺麗な柄がねこう凝縮されて、うん、あのすごくいいです。はい、あでこれはですね、えー、モラレスパイソン また柄が違うでしょ。ね。まあこれはちょっとグレーに、えー、ガンメタルみたいな色にね、えー、染まってますけどもね。まあ現物がありますんで。こんな感じですね。これですね。これもね、えー、なかなかパンチの効いた素材ですね。うん。また柄のね形も違うでしょ。やっぱ,やっぱりこう種類によってね、えー、違うんで。 ここれはこれはでねやっぱりね財布にした時にやっぱりこういうアナコンだけっていうかねあの大蛇はね、えー、すごくいいですね。本当に綺麗です。えーとね、もうあのソールドしましたけどね、えー、こんな感じで、えー、モラレス・パイソンのあのロングバレットもね、えー、制作させていただきました。ね あ,でまあ他にはですねこうコブラね、まあ、コブラのあの目のとこっていうかあのコブラってこんな形してるでしょそっちの方はね、えー、<laughs> あのもうないんですけど <laughs> まあちょうどあの写真に残ったんで、まあ他の柄のとこも綺麗な感じなんですよねこの何、えー、とも言えない、えー、柄っていうか個人的にはコブラの皮好きですねちょっとあの小ぶりな感じですねコブラは。 あのワイドが細いというか、まあ、こんなもんです。まあ,あのあっちにあるんですけど、ちょっととあの取りに行かなきゃいけないんで、あのこんな感じです。うん、あの僕あのボタンとかにね、か、え、皮、ー、の皮でくるみボタンっていうかなにしてみたんですけどね、それがまたあいい表情なんですよ。で、これはですね、これはもっとちっちゃいんですけどね、なんかわかりますか。 ガラガラヘビですよ <laughs> ガラガラヘビの尻尾のっていうか尻尾の先端のガラガラガラっていうねあの威嚇する時のでしょうねうんまあこれを切ったらなんか何の皮かわからないような感じですけどねまあこれ素揚げの状態のものをですねえまあずっと持ってますけどね何かにね使えたらなと思いますけどこれがですね割とポピュラーなレーザーなんですね。ウォーターータスネーク ねまあ、いわゆる平田は水蛇です、ねあのー、ここに、まあ、今赤いのがありますけどねえっ、ー、とねダイヤモンドパイソンと比べたらね、まあ、またあの柄も全然違うんですけどなんかツルツルつるっとした感じで、えー、優しい感じですね、うん、でこれはですね。 まあこの写真のはグリーンの感じでねこう染め分けみたいな感じでえ目が際立ってますけどね。うんあのー、よくね蛇側のちょっとポーチとかカバンとかあるじゃないですか、あのー、特にえ婦人用のバッグかなちょっと可愛らしい。にねえなん,なんかなんちゅう感じでちょっと待ってよ <laughs> おかしな顔で <laughs> なんかまぬけな顔で固まってますけど画面がね。 <え> <laughs> あ復活しましたね <laughs> で。でえー、っとまあこういうね、えー、婦人バッグとかの可愛らしいものでねよくヘビーで、えー、作られてるのがよくあのテントとかで見えるんですけどもそれはあのこうだほぼほぼ,ほぼおね、えー、ウォータースネーク。 使っていると思いますねあのコスト的にもあのダイヤモンドパイソンとはもう全然 <laughs> 違いますからもう価格が <laughs> もうびっくりするぐらい。うんね、だけどまあ、あのー、割とこう蛇柄っていうのはよく目にする機会が多いでしょう。だから、ね、割と私カ,カジュアルなんですけども、ね、やっぱりねレザー自体はね非常に高価な <laughs>。 あものなんですねやっぱりワニとかと比べては多少はあのあのロープライスですけども、うん、まあまあ、まあ、あのお根性が入りますね買う時に仕入れる時にね。<laughs> えっとあまあこれがあこの写真はですね、えーまあ、同じ赤系のんでねあったんでまああのー、同じ赤系でも。 水蛇ね、ウォータースネークと、えー、ダイヤモンドパイソンですかねあのダイヤモンドパイソンこれはまあ同じダイヤモンドパイソンをこう赤く染めている感じですね染めて仕上げている感じでこれもすごいやっぱ綺麗ですね、うん、で、まあ、これはあギターのストラップなんですけどもえー これはウォータースネークをですね、えー。あしらってますね。赤いところがそうです。うん、あのウォータースネークですね。まあ比較的いいね、これもリーズナブルな感じで。でね。うん、で、えー、こちらですね、えー。バックなんですけども、こちらはあの。にえー、これね。これを。えー、これをみたら。ね、テロップでもこれをってなるんですけども。 えー、ダイヤモンドパイソンの、ね、今日はよく止まりますねちょっと待ってくださいよ <laughs> ねえ、えー、このハプニングもお、ね、<laughs> ライブならではですねえっ、ー、とですねあっ新さんありがとうございます、えー、ダイヤモンドパイソン柄があかっこいいです、えー、シンプル絵に迫力がすごいねありがとうございますね えー、こちらがですねな、あのー、何かというとですね、えー、これも実はダイイヤモンンドパイソンなんですね、えー、本当は目があるんですけどもそれをく黒染めっていうかね、えー、新染めっていうかあ黒く染めてるんですねただあの水蛇と違うところはこうやってね、えー、ご覧いただ写真をこうご覧いただいてたら分かると思うんですけど、えー、これ今ここにあるんやけど。 こうウロコがね、やっぱウロコの柄わかりますかね。やっぱりあの水蛇と違ってウロコがね、こう表情があの物体があるんですね。これですね。わかります？これすごい柔らかいですね。うん。まあこのタイプはですね、よく こっちに蛇腹が来てるんですよねこれ,これはあのお腹から咲いてるパターンで逆に背中から咲いてこの蛇腹をね蛇腹を特徴的にここの真ん中にですね添え,えてねこう使ってるパターンも多いですねやっぱかっこいいですねあの蛇腹の感じがこの単色になったのは特にねあのこの蛇腹のところのところが。 サバサバっとした感じこの表情がね鱗のまあおなかの方がやっぱりこの動き回るのでこうねあの蛇腹っていうかこの鱗が大きいですねうんでそれが特徴ですでまあ,あ,あよくねレーザーウォレットとかああいろんなものでね使いますなんかあ,のあれみたいな感じですねえーオーストリッチのあの足のオーストレッグねあれもそうなんですけどねああいう なんかこう真ん中の方にこううみたいなのがねこう中心にあってそれはそれであのポイントになりますしまあ,あのちょっと何うんですかうが大きい分まあちょっとどうしてもめくれやすいかなと思うんですけどだけどですねめくれにくいあの意外にねあのめくれやすいかなと思っても意外に丈夫なんですよ。 うんこれはねあのまあこのちっちゃいところもよく見るとこううろこの先っちょっていうかあの角がねちょっと上がるんですけどそれがまたねいい感じなんですよ。めめくくれれるるこことともあるかなどうやろう僕はめくれたことないですね一つだけもしあるとしたらあーブーツのかかとの <laughs> かかとあるじゃないですかブーツのかかとのところが。

やっぱりこう時代を象徴するというかねマスクですよね最近作らせていただいたんですけどね年末にねやっぱこうかっこいいですよねあの規則正しいこう細かい目っていうのが僕は好きですね軽いですし柔らかいですしねとても気に入りましたね なんかサイバーな感じしますよねサイバーチックなっていうか、うん、あそれで、えー、まあいろいろねちょっと写真も用意しましたでこういうね、えー、まあポピュラーな感じのね、えー、やっぱこう革小物には向いてますよねこれはコインケースですねうん あとはまあこういう感じでレザーパンツとか革ジャンとかそういうものをですねワンポイントでね使ってみたりしてますねこれもね多分あの履いていってるうちに多分今頃はですね多少いい感じに基盤で経年変化解けてるんじゃないですかね多分あんな感じでねチラッと見せたり実は今これもそうですねほら 見えます、ねえー、ボビア・トレーザーのオリジナルのこうジャケットもねこういう感じで、えー、ダイヤモンドパイソンをですね、えー、入れてますけどね普段はもう締めたりもするんですけども、まあえて見せてますね、うん、チラ見せっていうか、まあ、これももう10年以上着てるんでねこういい感じに、えー、基盤できましたねはい。 まあこっちもこっちもねからはあ当然違いますけどねはいおすすめなあ使い方ですねあこれはですね、えー、何かと言いますとギターストラップですねうんこれをインレイに使いましたねあこれが白いタイプの方のギターストラップですね。 あの陰霊にねこれ結構ね贅沢な使い方してるんですよ <laughs> あのそのこれファイヤー柄をですねえーずーっとこうお使ってるんですけども実はこれそこの,のところだけくり抜いて貼ってるのよなしにずっとあの一枚をねあのこの蛇皮をですね引いて それで上からその白いねこのディアスキンを貼って留めてるんですけどあの非常に贅沢な使い方をさせていただいてますねまああのボビー・アトレーザーはこういうこともね得意なんで <laughs> ぜひねあのご相談いただければお作りさせていただきますあとまあ僕が思い出に残る これはこれもですねダイヤモンドバイソンですよこれも本当んと 4m こういったんちゃありますかね幅がですねもう三十数センチありますからあのエレキギターのテレキャスターのボディよりでかかったですからね <laughs> なんか巻こうかと思いましたよ思わず、うん、これはですねえー、とここにありますねもうちょっとだけ残ってますねもう本当ちょっとだけだけどまあこれで財布もいいと思うこれは素揚げですよ ね、あのー、さっきの黒のねこの染めたこれこれ、ね、この黒い方と、うん、まあ同じもんですけどもそれのおナチュラル版ですよね色もねこれも本当に。 まあ、これほんま4メートルそこらってもうこの部屋を収まりきらないぐらいの長さで、うん、まあちょっとそういうふうなのがちょっとどうしても必要やったんでね、あのー、頼んで <laughs> まあこっちが先っちょの方でしょうねこう柄もね頭の方はちょっと細かくてだんだんお腹にかけてねこういう感じで全部ね、えー、違ってきてますけどねもうあのー、まあお財布とかでねこれでも作れますんでね、あのー、ぜひね ボビーアトレののものでね作らせていいただければなと思いますこれやったらもう目をね縦にしてもこういう感じのお財布もできますしねこういう感じうんでこのこれもこれは素揚げって言ってえーこねこ見えないのがあれですけどねこ,このウロコが何とも言いませんねうんこれの蛇腹バ,バージョンもいいですね これはあの表面にワックスがけというか加工してない状態のものなのでまあ非常にマットな感じです。でもこうあの表面もこう触り心地がちょっと天然いかにも天然のレザーって感じしますねリアルレザー。でこれもまあ経年変化はきっと素晴らしいと思いますね、う。ん まあこれほんまに白黒というかあ日,本日,本人の日本のこのわびさびに合うかもしれませんね。でまあ,あ制作させてもらったのがあこれですね。これちょっとお分かりますかね。ちなみに、えー、茶色いクリクリってなってるとこあるでしょ茶色い、えー、茶,茶色いベルトね。これはよくあるあの僕の私物ですけどね。 の、えー、のベベルルトトっていう感じのベルトですねそれで比べてみたらどうですかこれ <laughs> あの幅9センチですよで巻き込んで、うん、長さがねこれね牛革を使ったんですけど牛革に巻いてるんですけどね、うん、でまあちょっとそういうオーダーをいただいたんで、まあ、それで巻き込まなあかんので、えー、長いのをね 入れたんですけどね、まあ、これちょっとだけ来なきゃ余っただけで、うん、すんごい長かったですよ。うん、2メートル、まあ、3メートルは切るぐらいかなあの牛の草がねもう決まってるんでね。<laughs> うん、で,でこれはですねこういう感じで、えー、着物の帯の上からですね、えー、こう巻いてですね、えー 止めてもらううというかでこれをですね、えー、ちょっとこうくすました感じで、えー、塗料をですね塗料というかあの染料をですね僕の方で、えー、ポン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 と入れてですね拭き取って、うん、でまあ仕上げてみたんですけどねあまあちょっとある種アンティーク仕上げみたいな感じかな、うんまあ、これも忘れられない、えー、作品になりましたね。うん 袖から,ちらりと見えるのはたまりまりせんねやっぱりこ,こう和のものとね合いますね、うん、思いましたよこの繊細な感じっていうかワイルドというか、うん、織物のようなこのね、うん、でやっぱりこうエキゾチックレザーって言うたらなんかね、えー、まあ一番にね思い浮かべるのがあこういう。 ヘビ、ね、の顔やと思いますしねまあそんな感じでえ今日はねえー、パイソンヘビ、ね、側の魅力をですねお伝えしましたあのー、他にもですねいろいろねえー、皮をモのねここが手に入りますし えー、だんだんねこれは生き物なのでだんだんこうおその時の波はありますけどもおこういうのが作れますかとかもしあればいつでもね対応させていただきますんでね、えー、ぜひねあの何でもご相談ください、えー、それではね、えー、今日の配信がおもろかったなっていう方がいましたらですねグッドボタンで、ねえー、YouTube をご覧の方はですね、えー チャンネル登録いただけると嬉しいですそれではまたお会いしましょうボビーでしたじゃあねバイ